はい、フィンチャンネルです。新しい、ほら見て、かわいいでしょ、見える、こんな、これが何かっていうと、クロス入ってます。これが単なるあのメガネ拭きじゃないです。とある会社と、開発をして出来上がったこれメガネ拭きで、特徴は1回拭くと、24時間は曇らないメガネ拭きで、今からの時期蒸れたりとか、まあ、メガネかけてる人間、あと釣りするんだったら偏光グラスとかサングラス、まあ、メガネ全般に使えるメガネ拭きで、伊藤くんメガネ貸して、例えばね、こういう、ここちょっと映る、こうやってモアンとしたらすぐこうなるでしょ。メガネマンはね、メガネマンは必ずこうなるんですよ。これがちょっと実験初です。俺もちょっと初、これになったら温度差が激しいとこ行ったり、なんだレインとか着てて体温が上がった時とかにブワッとメガネが曇るのが、あーもう鬱陶しいってなるのがメガネマンとか、まあ、偏光グラスかけてる人、これを例えばよーく拭いてください。特殊なコーティングが入ってます。実験でね、とりあえずこっちだけやってみようか。こっちだけ拭いて、こっち拭いてない、いくよいくよ、曇ったらどうしよういくよ、すごい、ほら見た、わかる、映っとる、もう一回いくよ、もう一回いくよ、ほらすごくないこれ、ほら、うん、熱ほらわかる、すごい、すごいねこれ。でももう一回両方拭いてみようか、両方拭いてよく拭くのがコツ、よくで、ちなみにこれがまあ数百回、四五百回は余裕だという説明を受けてます。四五百回は拭ける、一回拭いたら一兆個は問題ない。いくよ、さっきまでめっちゃ曇っとったのが、すごい、ほらこれ映ったの、湯気の、映ってます、映っとる、ほら全然曇らん、わこれすご、湯気のところに熱っメガネ拭き、ほら全然曇ってないで、見え方も全然、薄い被膜というか特殊な薬剤が薄くつくで、こういう、これやったら普通やったら伊藤くん超メガネ貸して、これ伊藤メガネね、これは親のメガネ、こうでしょ、ほら熱っ、もう全然見えんもんね、ほらこれが熱っあれも全然、これちょっとすごくない？ということで、今からの時期特に便利やね、これ。何しよう、名前、曇り止め。メガネ、偏光グラス、サングラス、すべての曇り止めに。で、この缶に入れて収納。この缶だけ、なんか小物入れにしてもいいね。まあ、けどできるだけ密閉状態で保管するのが好ましいと、別にそうじゃなくても大丈夫っぽいですので、これだいたい 4,500 回は余裕らしいので、1年あったら
あ、毎日釣り行ったとしても1年以上持つ。もう車とかに入れっぱなしでいいと思います。どうぞ。